すごい高さが高い。どうしよう。まあいいか、こっちにする。こっちやったらなんか斜めっちゃうねんな。こっちやな。ごめん、呼ばせてみんな。こんにちは。やっほー。ちょっとメイク直しします。前に組を取ります。今日お風呂入ります。待ってます。メイク直しね、ほのポーチ持ってきちゃった。うん、なんやこん、早く、マジ、なんじゃメイク直しできやんやん。これは歯磨きとかサプリとか入ってる薬です。なのでハンドクリームだけで取ります。つらい。ハンドクリーム塗って、ね、水もないからサプリも飲まれへんし、このあかりさんの保湿のやつだけで。お疲れ様です。お疲れ。メイク用のポーチじゃない方のポーチ持ってきてね。え、切れてて今。早いな、二人とも、はい、配信してますか。してる。いいよ。いいですか、うん、え、何歳。15です。あともうできるから。あと2分黙っといて。あ、そうなんです。あの9日急にこれは監修メニューさせていただきます。ぜひ食べに行ってみてください。めっちゃこだわったから。頑張ったよ。ほんまにこだわりました。とにかく映えれるように、みんなが写真を撮りたくなるように。いくらやったかな。100食限定です。あ、じゃあ200食限定です。ごめんなさい。あ、もう始まった。始まりました。バブです。バブ2人がいる。中学生は頑張ります。中学生、中学生。同い年。2人とも1個下です。さくちゃんが、さくちゃんが1個下か、はい、中学生か。中学生って何年前。私マジ、こんにちは。今月今日の公演でラストです。いただきます。それさくちゃんの一緒にマネキンいる。いつも衣装着て好きって言われるマネキン。今日公演なので皆さん待ってます。イエーイだ。ゆいゆい。何ご飯今日は。今日はこれです。中華です。中華です。今日は、私は今日は公演前は食べません。ダイエットですか。うん、ちょっとさっき撮影行ってきたんで。あ、なるほど。お腹いっぱいです。だからリハーサル一人でめっちゃ苦しかった。うーと思いながらリハーサルしてました。そうなんです。なんかすごいのが、ひな祭り、ありがとうございます。ハートロケットたくさんありがとうございます。初めて先輩と配信するので戸惑ってます。マジ。もっと仲良くしてねえ、仲良くしてよ。います。仲悪くはないですよ、ちなみに。ちなみに仲は悪くない。緊張する、まだ先輩。人によっては緊張します。誰緊張する。そうなん、聞か言われへんな。ごめんごめんごめん。おお、いいね。でも一言も喋られへんの。あかんで、一言ぐらいは喋って、あぐらいは喋って、あは喋って。
アイラインがうまくいきません。よいしょい。髪の毛の西尾今日。こんにちは。今日は、大人な感じでいきます。あ、いいね。高校デビューを意識していきます。いいね。いつもと違う感じ。お、ですって皆さん。はい、頑張ります。注目だ。テスト終わりました。おめでとう。大丈夫やった？五点とかじゃない？いや。賢い方なので。え、ほんまに？絶対嘘やろ。ほんまですよ。平均以上ですもん。だってこの前なんか聞いたで、英語のテストの点数。英語は苦手なんです。英語のテストの点数なんか聞いて引いちゃった記憶があるもん。マジでって言っちゃった記憶がある。いや勉強したので、あれは勉強する前の点。なるほどね、なるほどね。確かに。勉強したので。勉強すると違うもんな。はい、結果変わってくるもんな。めっちゃ変わったと思います。確かに。今日は英語解けました。おめでとう。大丈夫。中学のテストなんてこんな年になったら点数なんて忘れちゃうよ。そうですね。そう。大丈夫。苦しく思わないようにします。そう思ったらあかん。なんとかなる。うん。もうここ受かったのでね。そうそう。みんな高校受かった子はみんななんかテスト物も出せなくてびっくりしました。それはあかんで。それはやったらあかんねん。なぜかってあのそうやってやってたら人の信用が失っていくやろ、はい、絶対やったらあかんそれは、はい、自分と戦いこっからが分かった、はい、私はあの合格決まった時の方がめっちゃ手潰した分かったさくちゃん、はい、ねえみんな絶対よ、はい、みんな先輩は後輩とはご飯行きません嘘嘘最近頑張って言ってる頑張って誘えるようにしてる誘われへんくない先輩にご飯行きましょうって言えるタイプ言えないですいやんな私それの逆バージョン後輩にです言われへん気使われたらさ申し訳ないやん、なんかさ私ピンポイントしか言えないタイプなんですよなんかこの日の何時行けるとかしか空いてないタイプやから、うんそこが無理やったらさなんかあ断られへんけどゆいなさんからとか思われたらめっちゃ申し訳ないなって思って無理ですいつでも行きますよいややめときそうそういいよいつでもごちそうする、うん、美味しいところ知ってますもんねうんめっちゃ知ってるめっちゃ知ってる後輩から誘われるのめっちゃありやから誘ってなでもな後輩から誘われるの結構断れちゃうねんなじゃあ空いてないねん後輩が動ける時間ってさ決まってるやんなんていうの、はい、若かったらなんやろもう昼しかやっぱ連れて行きたくないよこっちもなるほどわかるで私の夜ご飯って17時なんよそうやねん早いめっちゃ早いねんご飯食べに行くのへーオープン直後に行くからなるほどそうオープン直後かランチの最後の時間に行くから17時で来てくれる人あんまおらんねんなやっぱりそうだからねそうなんです難しいんです私のルーティーン早いんですでも早くないと太るやんまだ気にしやんでいいと思うであいっぱいいるでいっぱいいたおばちゃんが来たうそうそ何歳9円でーすいいやや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 今日阿部と水田言ってない言ってないお姉さんって言った綺麗なお姉さんって言ったそうそう今日も愉快です綺麗ほんまに二人とも綺麗やからなうんな、うん綺麗ですよ大人の女性なあめっちゃ大人の女性けど2人とも意外と可愛いとこいっぱいあるからうんそれをもっと出してほしい、うん、綺麗なおじさん
あの穴がち間違ってない、穴がちね。あ、メイクポーチ忘れたからちょっとメイクも直されへんわ。アイラインしか直されへんかった。メイクポーチ忘れたんです私。違う違う、カバンに忘れて。あ、なるほど。ここ、これ、このピンクもがメイクポーチやね、今、今日は。うん、青持ってきてもらった。こんにちは。入ってるよ、でも下履いてるけど、今体操服なので見せられない。ほんまや、なんか短パンの人いるなと思っててん、今日がっつり分からんでない。学校から来たらちょっと荷物が少ないので、うんうん、持ってかない分。そうやな、学校の体操服絶対パジャマになんで、うーん、めっちゃ楽、はい、学校の体操服ほど楽なもないですよね。こんにちは。二人とも朝何時に起きるの？私は8時に家出るんですけど、うん、7時50分に起きる。うわ、最悪、一緒や。50分に起きて顔洗って、うん、歯磨きして、うん、あのパンを歩きながら食べてます。あー、それは違うわ。さすがに、うん、着替えて歩きながら食べ、あ、食べへんわ。髪の毛して顔洗って髪の毛だけとかして、うん、髪の毛だけ綺麗にしていってた。うん、すごい。そしたら朝ごはん忘れちゃうよな、うん、で学校で食べてた朝ごはん。すごい、うん、5分あるやん、なんか朝朝礼終わって、うん、1時間目始まるまでの5分で食べてた、うん、すごい。そうそう、さくちゃんは朝何時？6時。はい、いや、でも寝坊したら7時10分。いや、寝てるやん、まだ。マジか、早い。早いな。いや、無理やな。大学だったらもっと夢あるで。大学行きたいんですよ、うん、でも行ける学力がないんですよ。なんで？大学なんかあれやで、学力関係ないよ。い、大学選ばなければ。あ、うん、選んだらそりゃいるけど、選ばなかったら高くなります。大丈夫だってさ、この小中高大全部こう経験してきて思ったのは、中学バカでも高校賢くなれるから。行きますか？行ける。私中学めっちゃバカやってんけど、高校席次絶対一桁やった。絶対行ける。だってリセットされるもん。確かに。でテストの内容も変わるし、で私中学がめっちゃテストがひねくれてるテストばっか答えさせられててんやんか。ほんまに難しかったよ中学のテスト。もう先生がめっちゃみんな意地悪やったから。で高校はほんまに教科書頑張れば全部解けるみたいな、うん、頑張ったもん勝ち、覚えたもん勝ちみたいな感じのテストやったから取れた。大丈夫、一回リセット。はい、頑張ります。英語も一から教えてくれる。お願いします。ここな、英語一から教えてくれるから。嫌い。だから大学入っても中高のことはあんまりいらない。あ、そうなんですか。理系じゃなかったらいらんな。なるほど。英語だけいる。でも英語だけ絶対いる。もう今言えるわ、英語できひん人から言える。英語絶対いるから頑張って、みんな英語は絶対いる。英語嫌いね。英語嫌い。文系行けばね、あと覚えるだけ。ほんまに高校は、高校デビューしたいんですよ。できる。吐かない女になりたいです。吐かない女ちょっと違うかも。高校は楽しんだもん勝ち。はい、うん、中学はごめん記憶ない。中学も記憶ない。中学はな、ちょっともう記憶がね、ちょっと結構遠い昔になってきてるんで、ござんせんね。英語は大事よ、めっちゃ大事。一番ってこずってるもん結局。そう、勉強は自分裏切らへんから。勉強と筋肉は裏切らへんって聞くで。やったらできるっていう。筋肉、筋肉も筋トレしてたらさつくやん。そうですね。勉強もやったら賢くなるやん、うん、誰にも裏切られへんやん。すごい。そう、名言って大学だって気づきました。ねえみんな。だからね、楽しんでほしい学生生活。私はあと1年
楽しい学校。なんか中学陰キャやったっけ。めっちゃ陰キャですね。陰キャってどんな感じ。どういう陰キャ。学校に来てまずおはようとかないんですよ、うん、私学校ガラガラおはようやった。あえそんな人おるんですかほんまに。いや、うん、よく言われる。ドア開けた瞬間クソが口癖やった。おはようって言うのが。すごい。なんかな、うん、でもな言われてから気づいてん。なんでさドア開けておはようって言うのって言われて、あ私言ってたって言って、意識したらほんまに言っててん、ガラガラおはようって。先生だけですよ。やんなアニメの世界の中の陽キャだけが。やんなもうギャルがおはようって言う。だから自分陽キャってわからんかったやん。だって休み時間ずっと本読んでるから、でもガラガラおはようはしてた。おはようすごい。あ、しいしないです。あ、してみたらガラガラおはよう意外と誰も聞いてないから。いや本当にあのみんなが集まって先生が話してる、うん、ホームルームの間に行くんですよ、うん、遅刻も。あーいや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 ガラガラおはようみんなってなるけど、意外とそれきっかけで話しかけてくれるかもしれへんや。なるほど。どうしたん今日って。うーんなあさくちゃん、はい、ガラガラおはようした方がいいよな。私誰もいない時間に。いやめっちゃおもろい優等生すぎる。真反対だ。マジ私全員ほとんどいつも揃ってたマジか。え何分前がコツくん。え一番早い先生と、うん、教室にはいないんですけど、なんか先生たちが早い時間に行きます。寝てるねんけど。まだ熟睡ですよ。熟睡まだ寝てるわ。いやクラスの鍵開け確かに間違いない。差が激しい。やってみ。友達いる学校に。ちょっと会います。じゃあ大丈夫。行けますか。それでゼロやったら卒業式までに1人ぐらい作りって言おうと思ったけど、正直中学の友達は私1人も会ってないですよね、うん、長い過去になっちゃいます、ね、高校は絶対大事、絶対大事。隣の人に話しかける率めっちゃシミュレーション毎日してめっちゃおもろい。なんか話しかけるやってみてでこう入学式の前に先生が来る前のところに聞いて、どこ中学校。あー絶対だ。どこ中やで。どこ中学校じゃない。どこ中。どこ中、うん、どこ中、うん、どこ中学校で。そこがまず引っかかる。どこ中学校なるほどどこ中なん。どこ中なんって言って、うん、こう私ここここみたいな、うんうん、あーそうなん、なんか入学式緊張するねみたいな感じで頑張ります、うん、で何部って聞かれるからずっと。あーなるほど。迷ってるから一緒に見に行かんとか入る気なくても言うねん。はい分かった。はいすごい勉強、うんなりました。でお弁当とか給食も一緒に食べてくれへんとか、もうさっきさっき予約してくれそこで。まだ給食時間ないやん。なんかえじゃあさ一緒に給食行こうよとか、学食食べに行こうやとか。そこでやる。正味1月は1学期は当たりや、うん、で2学期で固定するから。なるグループすごい、うん、すごいです。ありがとうございましたです。すごい本物のおはようの方から学べました。うんそうおはようの方ですでも私こう見えて高校は陰キャでした。えー、うん1年陽キャ、アイドル入って陰キャか行ってすぐこれ、はい、ババアが来ました綺麗なお姉さん。ババアが来ました。綺麗なお姉さん。綺麗なお姉さん。私はもう終わります。美味しかったです。それめっちゃ美味しい。何個目やったもんこれ。3個どう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 。10個ぐらい。めっちゃおもろいリサが、リサとサクちゃんが中学とか何してるかと、うん、友達の作り方何も聞いてなくて出ていった。どう思う。いつもこれやねん。ご飯食べてる時は話聞いといてさめっちゃご飯に集中すんねん。いいねんけど。話してるって言いながら言いましたもんね、うん、でもいいねん。それがしおりさんやから楽やねん私も。はいランキング見ます13位ひでひで、12位ルト君、11位まこっちゃん、10位ヨネ、9位が元気くん、8位がケイタン、7位が野原しんのすけのすけ、6位が赤子、5位、5位がひとし、4位がなおや、3位がエイブン、2位がしょうちゃんだわん、1位がガンズンでした。1位はガンズン。ありがとう。ワンでも入り、うん、ということで皆さんありがとうございました。パンパーチクパーチクしゃべったおばさんですいませんねうるさくしました。綺麗なお姉さんです。パーチクパーチクしゃべってうるさかったです。すいません。ではありがとう。バイバイ。